こんにちは、ペガちゃんです。集まれ動物の森やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども、僕結構島厳選とかやってるんですよ。なんかね、僕が今行きたい島がなんか魚がね、背びれしか出ない島があるらしくて、それをねずっとやってるんですけども、まあなかなか出ないんですよ。必死にマイル貯めてマイル旅行券買いまくってで行ったりしてるんですけども、なかなか出ないと。でまあそれどうしようかなと思ってるんですけども、まあそれをやるために、まあ先ほども言いました通り、まあ大量のマイルが必要になるわけですよね。でなので今回は僕がやってる、マイルが早く貯まるやり方、爆速で貯まるやり方をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。僕もあの島厳選この3連休で多分100回くらいやってるんでまああのマイル貯めるのは結構もう手慣れのもんですで今回ね、僕やってるマイルの貯め方なんですけども、マイル基本的にこの、たぬきマイレージプラスの、キャンペーンでやっております。おーいいねいいね、かける5があるとめちゃめちゃ早く貯まるんですよこれ。今回は、釣り協力キャンペーン、種まき花咲かキャンペーン、マイルゲットキャンペーン、買取強化ガッポガッポという感じになっております。で、まず事前の準備として、家の前に僕はこの作業台、そして、木材を3つ、まあ、鉄鋼石もちょっともっと置いといて、あとリメイクキットもこうやって地面に置いてます。まあ、言ってしまえばあの DIY とリメイクの材料です。キャンペーンで DIY とかあとリメイクのキャンペーンが出てくることもあるんで、この作業台の近くに、置いてあるという感じです。鉄鉱石もなんか DIY とかに必要になる材料とかがあったりするんで、まあ置いてあるという感じですね。で、バッグの中身なんですけども、まあこんな感じで、木材をゲットするキャンペーンの時のためにしょぼい用の。で、あと伐採のキャンペーンもあるんで、まあ普通の斧もあったり、あと花に水をやるキャンペーンもあったりするんで、じょうろ。で、あと、石を叩いたり、化石を掘ったりするキャンペーンもあるんで、スコップ。壊れやすいんで、これ2つですね。で、あと、網とか釣り竿とか。あとね、風船が飛んできた時のためにパチンコとかを持ったりしております。まあ、そういう感じで、やっていければなと思います。で、まず、マイル貯める前にですよ。まず、この案内所。案内所大事。案内所めちゃめちゃ大事です。この案内所の ATM。これね、ログインボーナスで毎回300もらえるんで、これめちゃめちゃ大事。超めちゃめちゃ大事です。はい。ではまず、キャンペーンやっていきましょう。キャンペーン基本的にね、まあ、だいたい5分ぐらいで2000ぐらい貯めれたらなと思ってます。まず釣りが、5つ。で、花はね、買わないといけないんだよね。で、買取強化なんで、まあこれはぶっちゃけ果物集めるだけでいい。で、高額買取。ちょっと高額買取がめんどくさそうなんで、まずこれからやっていきましょう。高額買取何が必要だ？タルトマルタのスツール。タルトマルタのスツールなんで、タルは、これですね。タルは、鉄鉱石と木材。ああ、ちょうどありますね。で、マルタのスツールは、ちなみに。これか。硬い木材4。硬い木材4でいきましょうか。なので、硬い木材4で、DIY していきましょう。これですね。これ作っていきましょう。で、これ A 連打でも、爆速で作ると。爆速で作っていきます。で、あとは、まあ、花を咲かせるやつがあるんで、これはもう、買うしかない。これはね、もう買うしかないです。ごめんなさい。これストックしときゃよかったですね、事前に。まあ、これ買うしかないです。なので、もうこれ、花を適当に買って、まあもう、適当に5個ぐらい買っておきましょうか。OK です。これで咲かせてキャンペーン2つ目終了ですね。今回一番時間かかるのが釣りかな。まあ5匹なんでもすぐ終わると思います。OK です。なので、もうこれ花を適当に 3つ咲かせればいいんで。3つ。はい、はい。OK。これで、OK。キャンペーン OK ですね。で、DIY の、これ、高額買取もできてるんで、あとは買取強化とも釣りだけと。で、これ、ぶっちゃけも特産品じゃないものを、10個売ればいいだけなんで、うちの島がさくらんぼなので、じゃあもうあとは、これ、桃を10個桃とかそこら辺、これですね。もう桃とかを10個。OK。これで10個。で、あとはもう釣りです。あとは釣り。あ、いたいたいた。いた、いたので、じゃあ釣りしましょうか。俺結構釣り苦手なんですよね。OK。よし。これで、まず1匹目。で、次2匹目も探していきましょう。2匹目、いた。もう何でもいいのよ。OK、よし。これで2匹目と。鈴木ですね。もう鈴木も嬉しいと。いた。もうちっちゃくてもいいのよ。オッケー、よし。3匹目獲得と。ファイティング2も。
おったおった。これ橋だからなんかレアな作るんじゃない？可能性あるよね、ちょっとね。オッケー。これなんだろう、なんかいい魚来るんじゃない？これ。まあまあ、タイならいいでしょう。背びれオールやん！お、待って、俺、背びれオール俺初なんですけど、背びれ。背びれ初だわ、俺。待って、俺、サメの島行けてないからさ、背びれつの地味で初めてだったり、サメ来ちゃったー。あ、俺初だよ、これ。サメ来ちゃったー。まあ、このサメは売らないことにします。まあ、せっかく初ゲットなんで寄贈しようかなと。で、これでまあ、多分、これで全部5つ揃ったかなと。うん、まあ、あの、マイルのやつは使わないとダメなんで、うん。まあ、これ、後々で、OK です。うん。なので、まず、高額買取の丸太のスツールで、あと、魚も売って、で、果物も売ると。うん。でも、花もいらねえから売っちゃえ。これでいいかな。オッケー。で、これ1万ビルも貯まると素晴らしいですね。で、これでマイレージも貯まってるはず。よっ、そうですね。4つ貯まってますね。うん、素晴らしい。貯まりの、オッケーです。もうこれでキャンペーン終わりですと。いや、素晴らしいですね。素晴らしい。これで爆速で貯まったという感じでございます。まあ、こういう方法で僕、もう、やってって、で、かける2とかのやつが終わったら、もう日付変更で、もう次の日にやって、また繰り返すという感じでやっております。で、今回キャンペーンの中に出てこなかったんですけども、例えば、マグロ一本釣りキャンペーンみたいな感じで、魚の種類が限定されたキャンペーンとかあったりするんですよ。それね、ポイントは高いんですけども、時間がかかるリスクがあるんで、僕はもうそれ完全に無視したいとかやってます。あと雑草とかね、これね、ストックしとけばね、やってもいいんですけど、まあ、20個って結構時間かかったりするんで、これ時間かかる系とかを無視したりしてます。で、あとはですよ、あとは、あのね、これリメイクキット今回ね、これ家の前に置いてて、これ DIY セットの前に置いてたんですけども、このリメイクキット、まあ、リメイクのキャンペーンが来た時めちゃめちゃ楽です。というのも、これリメイクって実は、道具でもできるんですよ。道具でもできてるんで、そう。道具の色も変えるためにリメイクやるということなんで、もともと持ってる道具をリメイク使っていけば、もうそれでキャンペーン達成なんで。うん。なので、リメイクセットを、これ DIY 作業台の近くに置いとけば、まあ、周回もすごい楽になるという感じです。はい、という感じで、今回これで終わりにしていきたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの。